はいどうもコミです。さて本日は JWCS から動画見ていこうというふうに思います。ゼロファミリーさんとの一戦でした。結構際どかったんですけどね、まあ、最後競り負けたというところで悔しいんですが、今日ね見ていきたいのはサービス終了編成と、まあ、一般的に、まあ、俗にというか呼ばれているネクロマンサーをドバッと出していくタイプの、まあ、攻め方になります。で、今結構ね、この攻め方バリエーションが多くて、イエティとスパーシャを出したり、あとは、スーパージャイアントとネクロマンサーを出したりとか、まあ、いろんな組み合わせがあるんですけども、まあ、今日はネクロマンサー型をね、見ていってもらおうかというふうに思っています。で、実はね、今回の JWC、僕も珍しくこのドバ出し系の戦術やったんですよ。今、イエティスパーチャだったんですけど、攻めの形は興味でもらうね、2本のリプレイがあるんですが、それと同じタイプでやっていますけど、結構ね、練習ではもう、バチバチ全開取れて、あ、これいけるな、みたいな感じで、手応えをつかんでから攻めたんですが、まあ、こけましたよね。こけてしまったんで、まあ、ちょっとね、防衛に関しては今日、まあ、一応 JWC これからも続くんでリプを上げないつもりでいるんですけども、前回だけをね上げるんですけど、まあ何を言いたいかって、まあ、手応えがつかめてましたっていうことですね。なんで、まあ、そういった意味もあって今日はこのサビ集と言われるドバ出し戦術紹介したいと思って動画撮っています。では早速見ていきましょう。ですね、まずは、カンクラ側の攻撃ですね。佐藤さんのアタック見てほしいんですけども、どんな風にやるかっていう風なところ、まず言うと、最初、ライトニングを当てていきます。7発、2発で持っててますね。これ、ここに当てるんですね。イーグル砲プラス、クロスボウプラス、なんだっけ、マルチインフェルノですね。これを潰していきます。で、攻める面なんですけども、この部分から主力をこう入れていきます。で、ここに関してはもうこんな風にね、壁の外周側に施設が残ってるに過ぎないので、そこをネクロマンサーがぐるーっとこう歩いていってくれれば、まあ自然と全部壊してくれるっていう感じですね。で、主力はあくまでこっち側から攻めていきます。ゴーレムを盾にしながらアイスゴーレムも続けてネクロマンサー、スーパーウィザード、後ろから出していきつつ、ウッドランチャー、キング、クイーン、ウォーデンと全部入れていきますね。トーンはまだ溜めてます。溜めて、フリーズ効果がね、効いてるんで、この、投石機に関しては別にどうもなくても突破できるっていうところですね。で、まあ、最後、ここの部分ですね、投石機が順次残るんですけど、ここにはロイちゃんを刺すことによって前回まで持っていけると、まあ、いった格好になるわけなんですが、援軍と当たる、マルチインフェルノと当たる、この部分でトームを打っていきます。んトームってやっぱね、このドバ出し系の攻めの場合、序盤に使って、数の暴力で一気に押していくっていうパターンが、ベーシックかなと思ってたんですけども、佐藤さんはそうはしなかったですね。さあ、キングが一瞬それかけましたが、タウンホールの方に向かっていく。多分このキングに今ね、シングルのターゲット入ったと思ってフリーズ使っちゃったんでしょうけど、結果的には入ってなかったっぽいですけどね。まあ、そういうところの細かいミスがあろうと、実はこれすーげー一球で全開するんですよ。ちょっと見ていてほしいんですけど、アーシャークイーンもこれね、流れちゃって、タウンホールのケアができてないんですね。これ、あわや欲しいしかと思ったんだけど、よく見ると、能力残ってる上にフリーズ2発残ってるんで、これ、だいぶまだ余力あるんですよね。これで押し切れちゃいます。だから、これぐらい、マルチインフェルノ2本あっても、しっかりプランを、立てて、攻めることができさえすれば、まあ、ロジカルにね、攻めることができさえすれば、結構いけちゃうっていうね、のが、今回のこの佐藤さんの攻めで分かったし、まあ、自分自身、繰り返しになりますけども、この JWC で、まあ、久しぶりに、こういうドバ出し系戦術を使って結構刺さることが分かったんで、手応えをね、感じています。やれるんじゃないかなっていう気がしますね。割かし。超余裕じゃないですか、このアタック。さあ、ちょっともう一回見てみましょうかね。ここの部分、まずは、ライトニングで破壊しておいて、で、こういう風に十字に切った時に、斜めから入れちゃうとユニットが取れやすくなるんで、これはやらないんですね。佐藤さん、しっかりと、こういう風に、斜めからじゃない縦方向に、からタウンホールにこうアプローチできる面を選んでます。こっちかこっちですね。で、まあ、今回は、こちら側の面を選んでいるというところですね。腰の面ですね。で、こういうようなイメージ、この部分の縦まっすぐのラインを、ウッドランチャーでこの壁をこう開けていきながら、ネクロマンサーとアーチャークイーンでこう打ち倒していきつつ前に進んでいくと。で、こっち側はぐるーっとね、ネクロマンサーとスパーウィズが流れるだけでもうテスラが出てきますけども、アーチャートとかも含めて倒すことができるので、かなり綺麗な形が序盤で出来上がってますよね。で、この面を選
んだ理由っていうのはおそらくね、このマルチインフェルノですね、これ。こっちから入っちゃうとマルチにアプローチができないんですけども、ここにね、できないんですけども、この面から入るとマルチインフェルノにこうアプローチができるので、ちゃんとね、マルチインフェルノを道中処理できる面を選んでいるっていうところに関しては、前に、このね、ドバダシ系のもう超第一人者、ジュンクさんにお話を聞いた時にも、マルチインフェルノ投石機、ここに関しては、もうケアをきっちりやりましょうと、まあ、いうことでしたけども、その通りね、それができるルートをサパさんも選んでるなということが、まあ、今回のアタックから見て取れますね。はい。で、アーチャークイーンも本当はこのままタンホールに行ってほしかったと思うんですけども、相手のラバハングとパピー、これに捕まっちゃってるうちに、キングが先行しちゃって、アーチャークイーンがね、その、ターゲットするこの辺の施設みんな壊してたんですね。なんてもうたぎるものがなくなって、アーチャークイーンは外周にこう流れちゃったという格好になってるわけなんですけども、いや、でもそれでもね、最後、何度も言うけど、この余力がすごいんだよな。本当に余力がいっぱい残っていて、ここまで、なんていうの、マルチインフェルノ2本ある村に対して、力を余して全開まで持っていけるっていうのはすごいポテンシャルだな、この攻めって思いましたね。この時点でネクロマンサーが、1、2、3、4、5体いるんですよね。さらに、ここでクイーンとロイちゃんの能力残していて、呪文もフリーズ2発残ってるんですよ。相当余力ありますよね、これね。このまんま、アチャクイがノーマル状態で殴って全開です。やっぱりだね。素晴らしいです。ではね、ゼロファミリーさん側の攻めもちょっと一本見てもらおうと思ってます。このサトさんが逆に攻められたタックになるんですけども、スペースゴリさんから攻められたこいつですね。で、今回のこのアタックっていうのは、ライトニングが3発、4発だから合計かける7発あるんですね。7発と何に使うかっていうと、このアーチャークイーンをレベルマックスであっても、グランドウォーデンのこの能力範囲外であれば、ライト7発で倒すことができます。なんでこれを潰しながら、投石機を潰していって、ここね、ぐさっと刺していって、で、さらにこれは後ろ側からスニゴブ刺していきますね。スニゴブでタンホールを狙っていって、折ってしまいながら、この面から、ドーッとウッドランチャーを使って、ユニットをドバッと出していくと。まあ、そういうタイプのプランニングになってるんですけども、僕も今回実はね、コケはしたんですけど、同じことをしました。投石機の周辺をライトニングでこう折ってしまって、で、タンホールに関しては、スニゴブですね。で、逆側からぐーっとね、ウッドランチャーを刺していくっていう、まあこういう、いわゆるボックス型と言われる、こう枠を切った時にタウンホールがこの部分にあるタイプの村ですね。まあここでもここでもここでもいいんですけど、こういう村に対しては、ライトニングで密集してる部分に、削りを入れていって、で、スニークゴブでタウンが取れる場合にはスニークゴブにね、タウンホールを取る。で、そのまま裏側からウッドランチャーを刺しながら、ユニットを突っ込ましていくということで、今回の、ゴリさんの、編成っていうのは、ネクロボーラーですね。タウンホール13で、このサービス終了と言われる編成が流行った時に、まあ、一般的に使われていたゴレネクロボーラーを使っていって、トームは早めですね。マルチインフェルノと当たるところでトームを打っていきます。ロイヤルチャンピオンも早めに出していって、もうこの部分が残ることをね、想定しているので、そっちの方にロイちゃんを歩かしていきますね。早めに。ウッドランちゃんがきっちりと、壁を全部奥まで貫通させてくれて、アーチャークイーンが、さっきみたいに、このなんだ、パピーに捕まる時間が短いですね。ネクロマンサーがいるので、ちゃんとこれを、どん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 処理してくれていって、あっという間にパピーが消え、で、そのまんま、シングルインフェルノの方に向かっていくという格好ですね。ポイズン持ってたのか。ポイズン持ってたからなおさら早かったですね。で、シングルも倒し終えて、あとはマルチインフェルノ。マルチインフェルノがね、このネクロマンサーどんどん焼いちゃうんですね。結構これが天敵だったりするんですけど、この時点で、クイーンとロイちゃんの能力が残っていて、両方 のヒーローが、ミドルゲージだったんで、ここまで威力が残ってるともう止めようがないですね。一気にタウンホールがあったところまでを貫通させられちゃって、そのまま押し切られるという格好の全開でした。ゴリさんうまいですね。やっぱりですね、こういう風なライトニングを打つことによって、確かに投石機を壊すっていう意味もあるんですよ。投石を壊すことによって相手の火力も下がるんですけども、それと同時に出したユニットが、ここでこう分かれるんですね。こういう風に。こういう風に分かれるんですよ。そうするとどういうことが起こるかっていうと、こっちから来たユニットと合流して、この部分の火力が熱くなるんですね。すごく。なので、投石があったり、クロスがあったり、マルチがあったり、なかなか火力が高かった、ここのゾーンっていうのを、
ユニットがこう合流することによってそこを潰すことができる。まあ、それだけの押し切れる火力が整うわけですね。っていうことで、ライトニングを打つメリットっていうのは、相手の主力の防衛を潰すこともさることながら、その後出すユニットたちの道っていうのをこう作ることによって、ここにね、こう、くさびを打つ感じですね。ユニットがここでこっちにこう流れていくように誘導することによって、残った中盤から終盤、火力の高い部分にユニットを集結させるサイドカットの効果もあるというね、まあ、そんな付け方をするこのドバダシ系編成。今日はネクロマンサーを使ったパターンを紹介しましたけども、ちょっと自分なりにね、まだネクロマンサーと、まあ、イエティ、スーパージャー、あとはスパージャイかなを使った編成とか、まあ、その辺の違いに対しても、まあ、先になるかもしれませんが、考察できたな、なんていうふうに思ってますんで、またね、自分の考えまとまったらお話しできるように動画撮っていきたいというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。というところで今日終わりにしたいというふうに思いますが、僕のチャンネルこんな形で、クラン体制の解説メインでやっております。クラッシュオブクランですね。動画いいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。とても励みになります。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。